今日は眼科に行きます。はい、夏休みだから8月の上旬ぐらいに予約をして1ヶ月半ぐらい待ってやっとでした、はい、なんかめっちゃ混んでるみたいです。まあ、学校 の、 あの通知で受診したいって言ったらそれくらい待ちますって言われたので多分順番なんだろうね。やっぱその目に、ただほら目のさ視力を多分ちゃんと測って本当に目が悪いのかどうかっていうところから多分やると思うから時間がかかるのかわからないけど、あとコロナ禍っていうのもあって多分人数すごい抑えてるのかもしれないね。1回に受診できる人数が。しおちゃんが真っ黒です。マジっすか。うん、あ、ちょっとちょっと影で真っ黒でしたということで2人ともです。去年はねりみちゃんだけだったんですけど今年はなんとしほちゃんも引っかかりました。あんだけ漫画とかね読んでるのも、ま、目も悪くなるかなと思ったんですけどやっぱり片方だけなんですよ。うん、まあでもどっちかといえばやっぱりりみちゃんのが悪い。りみちゃんは去年よりもさらに悪くなってるみたいです。0.1 やばいです。りみちゃんはついに目があるかもしれませんね。どうかわかんないけど、はい、じゃあね、とりあえずね、行きましょう。はい、はい、わお。はい、病院から帰ってまいりました。お、笑顔が見えてますねということはなんとリミちゃんね、右目は 1.2 あるのに左目は 0.3 だけど、まあ、両目で見えてれば問題ないということなので、あと何ちゃんと両方を見て両方を同じぐらい使って見れてるということなので、なんと今年も免れました、メガネを。よかったね。ずっとビビってたもんね。すごいガチャ目だよね。でもね、 0.3 と 1.2 やばいよね。でもちゃんとうまく両目を使って見えてるってことはすごいよね。すごい。右目だけこうやって使おうと してないって言ってたから先生ちゃんと両目で見えてるって言ってた。今日見えてるよ。でもほらやっぱ人によってはさ見える方を意識してこう何見よう見ようっていう人もいるんじゃない。そうなの、うん、私両方こうやってで、志保さんの結果は、言うのこれ全国、全国よ、全国いいでしょ別に1.0 と 0.9 です微妙だよね。でも、両目だと 1.2 ちゃんと見えてるから問題ないと思う、翔ちゃんもちろん、うん、ただ、やっぱりこの自粛中でね、スマホを見る機会が増えて、うん、どうしてもね、禁止なりやすいと、うん、先生もだから外とか見て遠くを見ましょうって。外を見ましょう、確かに。あまりこう近くをねずっとやっぱスマホを見続けたりして。でも聞いてください、私ね、あのね席ね一番後ろでちゃんとね黒板パーって見えるんですよ。だから大丈夫なんです。だから今は大丈夫だけどこれより悪くならないようにしなきゃいけないってこと。そうなの。だから遠くを見ればんでしょ。そうだから悪くならないようにね頑張ろうね。え、何間違ってる。間違ってない、うん、あとワッフル食べたいなと思って何考えてんの頭の中大丈夫ですか、うん、コストコのワッフルが美味しいのもうないよね。もう食べきっちゃった、うん、ねえねえリミってさ、うん、2年生の頃白くなかったの。2年生の頃は0.7 って 0.6 だから 0.7 だったと。今が 0.3 でしょ。だから落ちたんだよねやっぱり。わー3個落ちた。去年も両目で見れば 1.2 あったから大丈夫だったの。じゃあ反対の目は、じゃあ右を取ったと。右は 1.2 あったのかな多分。でも下がることは上がることはないはずだから多分去年も 1.2 0.7 とかだったんじゃないかな。うん、落ちてない。うん、よかったね。右目優秀ですね。よかった。これで右目もガクって落ちちゃったらもう絶対メガネ。はい、ということでねこれから
でもやりすぎはダメなんだよ、りみちゃん。ゲームもほどほどね、時間決めてちゃんとね。ママ時間決めて、きほちゃんも時間決めて、はい。スマホさえ見なければ大丈夫かな、しーちゃんが。音楽聴いたりアニメ見たいときはテレビ画面で見たり。せっかくパソコンが部屋に来たんだから。いいですか？いいですか？はい。はい、じゃあ帰りましょう。よかったね、リム。本当に今覚悟してきたんだけど。ひもちゃん、アイス何ですか？レディーウォーデンのクッキーサンド。いいね。あいつですよ。もう、メガホンにならなくちゃ。ポッキーだ。やばい、めちゃめちゃ美味しそう。見て。え？おー、美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。レディーボーデン美味しいよね。美味しいよね。うん、エビミクッキー、クッキー系好きじゃない。あ、そうなの？間違えて、こっから開けちゃった。大丈夫だよ。か。おりみちゃんは好きそうだね、これね、ちょっとね。クランキーです。このチョコパンも美味しいよね。うん。ね。しゃっくり止まんない？